された愛に向け見なさい、来なさい、暴れなさい。緑川優です。ザ・ラストロックスターズのライブに参戦してみたー。来ました、有明アリーナライブ参戦動画第2弾って感じで、ギャオに戻って今日は一日楽しみたいと思います。私スキンっていうのがあったんですよ。ありましたね。似てるくないですか、感覚が。その時結構俺まだまだ大学生とか高校生くらいだった気がするんだけど、すごいやっぱり楽しみにしてたのにっていう全然こうライブを海外でちょっとやったくらいで、日本での活動ありましたっけ。特にリリースとかなかった気がするんですけども、今回音源もリリースになって、すごい気になるのが2曲しか配信されてないんですよ。 2days 1 man どうするんだろうみたいな、まあ、考察なんですけど、こうそれぞれのラルクとルナシーとミヤビさんと XJAPAN の曲とかやらないかなっていうちょっとの期待があるんですけどね、俺には。それやったらまたいろいろ盛り上がりそうですね。そう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 、最近ラルクアンシェールのケンさんがお産の YouTube を見てくれているっていうのを、はいはいはい、Twitter に書いててくれて、ええ、めっちゃ嬉しかったっていうか、もうそこまでやっと届いたんだみたいな感じでちょっと感動したんですけど、ナルクの曲で一番好きな曲はフィナーレかな。渋いですね。ダークな曲好きなんで、はい、だから、ね、やっぱりフォービデンラバーとか侵食とか仮想とかそのあたりがやっぱり一番好きですね。逆になんか明るい系の、例えばレディーステディーゴーとかはそんなになんか聞いてないというか。会場に向かっております。そう、今話してたんだけど、ベースがいないんですよ。もし入れるとしたら誰入れます。俺の希望はジャンヌダルクのカーギさんです。なるほど、ジェロさんとか。ああ、やっぱそこになるかもしれないですね。行っとかないと。会場までもう少しなんで歩いていきたいと思います。今お取引してます。すいません、ありがとうございます。はい、これ1個1000円ですか。これ1個1000円だった。すごい、買ったくりだった。アモンさんがお次いらないって言ってます。あれ、1つ見られる。すいません。いや、自分も後で違う方と取引して。あ、そうなんですね。はい、アモンさんがチケットをゲットしました。チケットとお菓子。これ1個1000円ですからね。はいはいはい。あ、そうだ、紹介しないと。本日はカメラ&ちょっとついてきてくれるっていう感じで、メロのアモンさんについてきてもらっています。元メロで。あ、あ、お疲れっす。 ありがとうございます。ありがとうございます。やべえ、超やべえ。やばいですね、今日はさすがに。ルナシーのギャオの時は確かまだ登録者数が4万人とかだった。今8万人になって。あの時はマジでほとんど声かけられなくて、力を増してますわ俺。今からでっかいパネルの前で写真を撮りに行きます。よし、じゃあ撮りに行きます。じゃあ iPhone で写真お願いします。じゃあ早速さと抜けます。今物販に並ぼうとしたらめちゃめちゃ混んでたんで、オープンした後にしようと思ったんですけど、思ったことがある。いつものライブってみんな同じ T シャツ、その日発売してる T シャツみたいのをみんな着てるんだけど、今回のは XJAPAN のファンの人は XJAPAN の T シャツとかグッズとか身につけてて、ラルクアンシェールのファンの人はラルクアンシェールのグッズをつけてるみたいな、だからなんか対バンみたいな感じになってます。ありがとうございます。なんかじゃあありがとうございます。いいですか。え、マジですか。頑張ってください。あ、はいはい。大好きも、それはそれは。自分の中にいる時から、はい、ラルク、ピエロ、ジャンヌを聴いて育って、生まれてきたらこんなになっちゃいました。あ、いいいいっすね。YouTube いつも拝見さん。ありがとうございます。親子ですか。でもライブ行きたいんだけど、あのバンギャンの中に混ざれないと思って。ちょっと後ろの方でも見てていいのかなとか。全然全然全然、後ろの方にそういう席があるから。あ、うん。X ルナシー世代のファンの人も多いから最近は。おお、よく知ってる。YouTube にあーっと思ってライブ行かせて。いや、ありがとうございます。みんなも連れてってね。もちろん。ありがとう。もう赤髪姉さんとかもうすごいなと思って。頑張ります。すいません、ありがとうございます。
いつも動画に出てない世代の方たちと喋れてちょっと嬉しいですね。いつも見てます。分かってる。あ、お母さん、お母さんじゃない。知ってる。え、漫画ほぼ言えるかも。それでは今からチケットの取引をしたいと思います。これがないとライブに入れないのでね、重要です。こんだけ今まで写真とか撮っててね、ライブに入れなかったらやばいのでね。あ、こんにちは。緑川優です。はじめまして。はじめまして。まあ、はじめましてじゃないんですけどね、全然。普通に誤算のお客さんです。ありがとうございます。チケットなんと S 席をゲットしました。ありがとうございます。楽しんでください。まあ、ありがとう、ありがとうございます。これで無事に中に入れます。そろそろ入場っすね。すげえなって思ったのは、普通のライブハウスだったら、まあ、コスの子いるけど、女の子じゃないですか。バンギャの子がコスしてるじゃないですか。ハイドさんコスの男が結構いるっていうのが、影響力すごいと思って。まだ俺、自分のコスのギャオに会ったことがないから、これはちょっといつか会ってみたいっすね。まあ、今時期やったら寒いんじゃないかな。腹がね、腹が出てるんでね。今物販に並んでいるんですけど、悲しいお知らせが、今ここにいる人はスタートの時間に間に合わないかもしれないっていうのを言われたんですよ。これ見てる人だったらどうします？スタートには間に合わないけど物販を買う、断念して席に向かう、究極の選択ですね。これはコメント欄に書いてみてください。ライブって俺的には SE が一番高まるポイントというか重要なポイントだと思ってるんで、ちょっとライブを優先しますかね。物販はちょっと諦めたいと思います。買うことはできなかったんですけど、せめて物販の T シャツとかタオルだけ眺めて帰ります。帰るっていうか入るというか、各メンバーの売ってるものを集結させてる的な感じですかね。こっちがストロックスターズの物販ですね。キンブレとかあるんだ。キンブレ使うんすかね。アクリルスタンド欲しかった。ハモさん、アクリルスタンドっすよ。時代はアクリルスタンドっすよ。向かいましょうか。会場向かいます。ここからは iPhone でお送りしているのですが、あと13分でライブがスタートというのに未だに入れておりません。外に1万人くらいいますね。大丈夫ですかこれ。大丈夫ではないですね。延長業やばいっすよ。いつもやってるようなライブハウスの延長業って30分2万円とかなんすよね、200キャパって。でここだと200キャパの80倍だから、倍で計算したら30分160万円かかるんですよね。計算上はそうなります。計算上はこれものすごいことですよ。待機して待ってみたいと思います。あと10分なんですけど、外にものすごい人の数、ものすごい人数の人がいます。どうなるんでしょうか。伝説の公演がありそうですね。そうですね、レジェンドになりそうです。レジェンド大丈夫です。車で来てるんで何時まででも待ちますよね。そうですね。今日駐車場代5000円、1時間1000円か、なんか特別料金とかなんかでそんな高いんですけど、車で来る参戦おすすめですよ俺。あと7分なんですけども、全く動きませんね。外に本当にガチで1万人くらいいるような、入り口がもう閉鎖されてるような感じですよね。この先は分からないですよね、どうなってるか。そうですね、ずっと先まで人がいる感じです。時刻は7時を回りました。列が少し動き出しました。なんか YOSHIKI さんの洗礼を受けてるみたいでいいっすね。よしき感じてます俺。なんか楽しいです今の状況が。はい、あーこれ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 って、いろんな先人のバンギャたちが味わってきたものを今味わってる感じです。チケットを自分でもぎることに自分でチケットをもぎりました。しかも間違えたところをもぎって怒られました。現状カオス、カオス。ビジュアル系普通に言うならばカオスですこれは。イエーイ。今日はスマートフォンの撮影 OK らしいので入場します。花がいっぱいあるんだけど、花は帰りにしますか一旦。大混乱でちょっとやばいんで、俺は向こうなんすよね。はい、というわけでここからはソロでぼっちになってしまいましたが、自分の席めがけて突撃していきたいと思います。着弾できるのかな、わかんないけど、とにかくなんか混乱してる感じですね今。なんか人が群がってるところもあるんですけど、一旦ちょっとそれも、おさんの優さんです。あ、そうですそうです。YouTube です。あ、見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ちょっと外大変でしたね。出だし行かれてました。そうです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 。携帯の充電もねだんだんと少なくなってきて、待ってちょっと俺こういうのすごい苦手なの。俺移動します。そう、すごい今撮ってんですよ。イエーイ、ありがとうございます。参加さんゲート2、お、来るぞ。よし、いよいよお前らいよいよこのステージの中に入ります。ステージじゃないや、客席だ。おお、すげえ、東京公園にご来場いたします。すごいですこれ、超人いる。これ全部自分のお客さんだったら最高だろうなっていう、ちょっと感動は一旦置いといて自分の席に向かいたいと思います。2階 B の、いやでもいいですね、会場内で動画回していいっていうのは。そう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 、あ、ありがとう。怪我大丈夫ですか？怪我？頭ね。もう平気になって、あ、そうなんだよね。いや、ありがとう。なんとか席に着くことができました。開演まで待ちたいと思います。てか今気づいた、めちゃくちゃ席がいいぞここ。めちゃくちゃ近いですこれ、めちゃくちゃいい席なのでは。 BGM がなぜか消えてシンとしています。シンとしてます。あ、音楽流れ始めた。まだみたいです。 CD が止まったみたいです。いよいよ始まりました。ありました。一つのライブで XJAPAN も
アルカンシエルも聞けるってめっちゃお得っすね。いや、よかったな。最初はどうなるんだろうみたいな空気感でもあったけど、紅、本気で歌ってましたよ俺。しかも周り、まあ普通に小さい、俺だけいつものステージに上がっても大丈夫な声です。フルボイスで、フルボイスです。フルボイスで結構歌わせたり声出しさせたりそういうのあったじゃないですか。ありましたね。今回全部撮影 OK ってことで世に出してもいいって感じで、最近のコロナ禍で声出しイコール悪だみたいな、ライブイコール悪だみたいな感じになってたと思うんですけど、それを多分ヨシキさんは払拭しようって思って、うん、今回のこの企画みたいのやってんのかなってこれは思いました。まだまだやっぱり声出しはいけないみたいな風潮が日本はあると思うんですけど、これをきっかけになんか変わってくれたらいいなって思います。明日もなんか聞けるんですかね。明日も多分聞けるでしょう。ちょっと僕行きますけど。カモンさんは明日はお一人ですか。明日一人ガチ一人参戦って感じで、これはイベントなのでちょっと行けないという。でも明日もなんかそういうサプライズあったらいいっすよね。あと個人的にはギター隊のバトルみたいな、はい、ああいうの聞きたかったんですよ俺。あれは胸アツポイントだったかなっていう。撮影 OK だったじゃないですか。で結構みんな周りの人たち撮影してるんですけど、はい、1万人くらいいて自分の顔撮影してるの俺だけっす。ヘドバンはなかったですね。ヘドバンなかったっすね。そんな感じで今年はライブたくさん行きたいっすね。ラルカンシエルも行きたいな。やるかな。やらないのかな。って感じですごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。